こ,りこんにちは、FVOTBS。今日はちょっとスマホと競輪のことについてちょっと書けないの、まあ、バモンバンバン出していきたいと思うんですが、台風接近で荷物の収配収集、はい、中止へ、ヤマト運輸、佐川、君。ヤマト運輸、7日まで配達、配達、収集取りやめ。 えっと、2020年、えっと、9月5日から7日、まあ、計2日間ですね。収集な、配達収集取りやめです。まあ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 、まあ、まあ、仕方がないかなと思います。台風10号の接近に伴って、九州、沖縄でじ、えっと、宅配便などの荷物の配達や、 配達やお預かりを取りやめる動きが相次いでいます。ヤマト運輸は宮崎、鹿児島5日午後4時以降、福岡、佐賀、福岡佐賀長崎、大分、熊本で6日午後4時以降、週明けの7日いっぱいまで週、 荷物の集、配達や収集,集などの業務を取りやめます。佐賀は、キも4日から沖縄へ向けた荷物のお預かり、休止するほか、5日は、日は沖縄での荷物のお預かりを、6日は、九州での荷物のお預かりを休止しています。日本郵便は対応を検討中です。 各社ともこの他の地域でも台風の進路や道路状況などによって収集や配送、収貨や配送が停止したり遅れる可能性があるとしています。まあ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 ,まあいいと思いますよ。僕、ヤマト運輸結構してるので、まあ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 いい対応。 だと思いますしやっぱりこういう台風というのは命を奪うものでもありますしやっぱり誰でも勝てないんですよ。あ本当にまあまあ漫画みたいにまあこういうのを消し止めればいい消し止めればいいんですけどそんなことはできないですしあれぱ台,台風で台風で たくさんお亡くなりになった方々がたくさんいますので、まあ、こういう対処もやっぱりいいんじゃないかなと思います。やっぱり山と佐川は本当にきちんと荷物を届けてくれ,るくれますし、やっぱり対応も丁寧ですし、やっぱりこういうこともやっぱり人卒、人卒、人卒かつ適切にこういう対応をしてくれたことは本当に。 ありがたいなって僕は思っています。ではでは今回はこんなもので、本日もご視聴もまたにありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン。おう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 。おお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 おう。おお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 